どうもこんにちは、とっかくんです。うつーけです。本日はこちら、作業服を愛用してみよう。さあそれでは、本日はですね、何年か前にね、作業服のアイロン掛けをやったんですけど、今日はね、せっかくなんでね、森半月に、まあ、森半月といえば、まあ、教育隊を、はい、まあ、教育する側でございます。まあ、言ってみれば、教官です。じゃあ、森半月、本日はですね、作業服を用意しましたので、はい、こちらをですね、こちらをよろしくお願いいたします。おー、来たー、いいね、いい感じ。バカなんじゃないの。ね、おい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 、このエジプトのね、ふざけんなってどんな選択したんだよ。まず、いや、エジプトのカイロでね、からか、カリカリに、乾かしていただいて、エジプトで干したちょっと待って、これひどいな。おいおい、久しぶりに見たぞこんなの。久しぶりに見たぞ。おい、めちゃくちゃ時間かかんじゃん。だって森さん、アイロン、自衛隊アイロンの刀鍛冶って刀研ぎみたいに言われてたじゃない。今初めて言われて、わあ、めんどくさいのよこしたな。このぐらい生クラの方がね、いいんですよ。いやー、カリッカリッカリッカリしております。はい、これはひどいよ。それではね、森半月、温度はちなみにこれどうしましょう。僕はでもね、マックスでやってました。あ、温度はマックスで、で、あれですよね、だってこれノンアイロンじゃないもんね。溶けない、溶けないからね、はい、確か。まあ、僕はですけど結構スチーム使うんで、使ってたのかな、はい、できれば、はい、洗濯物干す段階からやりたいぐらいです、はい、だから大変なんで、だから干すのも大事なんです。たまにこれね、あの物販場でね、干して綺麗に干してるのにね、あの、取り行ったらね、下に落ちてるっていう時地獄。あー、ありますね。ね、あるある、こうなってんですよね。あるある、その時こうなってんですよ。よし、それではやります。まず上下どっちからでしょう。下からです。あの、ハンガーにかけやすいんで、ね、そうそうそう、下から。まずは、はい、このね、線あるじゃないですか。こう、右足の線あるんですよ。はい、線。この線と、はい、この線。こっち側の線をね、合わすんですよね。下の裾の、そうそう、こことここ、合うよ。こことこっちが、ぴったり合うよ。これを、はい、パンと合わせると。パンと合わして、これがね、ずれ。お、なるほど。ずっと合わせていくんですね。そうです、とりあえず。まあ、真ん中、半分ぐらいまで、ね、とりあえずは。はい。これは、貼ると。そうですね、ピンと貼って、キーピングないの？いや、新単位たるものですよ。新単位たるもの、はい、で合わせましたと。合わせましたと。はい、私はこうやってやってましたね。まずピンと張ったところに、こう、お、いいね、いいよ。こっちも伸ばしつつ、ほうほう、はいはい、まずこのちょっと力を入れながら、右足の下の方からいっております。そうです、ね、内側から外に伸ばす感じの。そうですね、まあシワがない。お、いいじゃん、いいじゃん、ほら。シワがあるときは、もうここで。水は、使ってましたよ、はい、めっちゃ。今、膝のあたりに差し掛かります。はい。結構こう、引っ張りながらやってましたね、こう。うんうんうん、これを引っ張らないのをやっちゃうと、こういうのとかも、そのままやったら、あの、うん、結局伸びてない場合が。うんうん、いいですね。いいよ、半月、うん。こんな感じで。すごいよ、これ。お願いします。めっちゃやだ。うちの子は治るんですか？治りません。先生。入ってください。先生。別の病院。それで、お、いいですね、ペラペラ。うん。で、内側が。はいはい、で、今、足を、内側です。繰り返しましたね。迷彩服の方がね、見えないんですよ。全然いいですよね、迷彩服の方が。見えないですもんね、シワが。見えないんですよ。まあ、先ほどと一緒です。うん。内側も同じようにやっていきます。この、内もも、ここですね。いやー、これひどいね。結構ですね。ここはもうね、はい、A 内の枕を突っ込んで。え、枕入れます、はい、枕入れますよ。え、やったことないですね。え、枕ない、入れないの。入れないですね。え、じゃあポケットでってやってんの。ここにあの全力で突っ込んでですね。あ、突っ込んで、ね、突っ込んでこうやるんですよ、あ、そう、はい、ズボン枕、枕をここに突っ込むんですよ。はい、で、ここで当てていくんです。いやー、やんないっすね。あ、そう、やっぱ北海道はね、ジンギスカンもあるし、そういった枕を入れるっていう技術もね、あるっていうところはすごい、全然関係ないです。これいつもおおむね何分ぐらいでやってました。いや、1時間以上かかってた。1人、うん、1人、どれぐらいかかってたんだろうね。だって半員8人ぐらいいるから8時間じゃないですか。それはじゃあ1、そうだ、1時間はそうか。
あ、森尾さん、はい、せっかくこれシワシワなんで、はい、片方すっぴん片方メイクみたいなのあるらしいじゃないですか。はいはいはい、片方だけ。さあこっからですね。あ、なんかいい山場がですね。でですね、こっちのポイントは何ですか？線のゴールは。これもここに合わせる。ここに合わせるんですよね。うん、ベルト、股間のチャックから1個目のベルトループ。ここですね。ここですね。これをね、よくやっぱつけるとこ間違えて二重線にしたいとかね。うん、そう。これもしかしたらですけど、世のね、自衛隊員の奥様方もね、これやってるっていうね。ああ、そっか。はい、A会社は。結構ポイントとして僕の時はですけど、この線さえしっかりしてれば、うん、そうだよ。大事なんですよ。いけるわけです。入る線ですね。ね、一番大事な。あとは、来た時に伸ばす。伸ばす。シワはね。で、お尻ですね。お尻のズレです。ちょうどやっぱ真ん中がいいんですよね。ちょうどここ。どこですか？ここか。あれ、こっちだよ。僕ここでしたね。あれ、なんか人によるよね。これ人によるな。これもしかしたらこれね、舞台によるかもしれない。ここわかりますか？ベルトループのこのお尻の真ん中からここの中間、ね、でも俺の舞台はここです。あ、そう、俺真ん中だって。ここにしますか？はい、2パターンあります。はい、じゃあポケット、じゃあポケットいっちゃいますか。あ、ポケットは突っ込むと。これね、これがね、嫌なんですよね。はい、このポケットポイント、ね、これがこうね、はい、出ちゃうから、これをしまいたいんですよね。ここはこう閉じないといけません。これだからあれだよね、一回こっちにやっちゃうのもありやもんね。はい、あ、そうです、そうです。一回開いてエッジを作ってしまうっていうね。できるだけピタピタにします。はい、ここも、はい、後ろもこうきっちりね、 V の字に折れるようにします。こう、はい、で、なるべく潰します。お、取って、お、ビタンと挟んで。この際ね、下、どうしてもくしゃっと落ちちゃうんですけど、シワにはならないように気をつけながら。ぽい、ちょっと前甘いかもしれないですね。お、下、お、いいですね。こっちが甘いか。あ、全然違いますね。私がやったのが、はい、うん、こちらです。なんでだ。ちょっと全然違います、見違えるように。こんな感じで、うん、まあ、水だけでもで、ちょっと、もうちょっと時間かければこういうとことか。さあ、それでは上やっていきましょう。はい、俺でも俺って線から言ってたかもしれないな。あ、入れなくていいですか？入れなくていいかな。え、そう、うん、だって作業服持ってる人いないから。作業服の線はこの下ですね、はい、この肩甲骨、肩の後ろのこの線からこの肩の線を、ね、あ、入った。こっから早いですよね、結構ね。背中はそうですね、割と、うん、おい、できた。あ、いいね、いい感じ。ピタッとやって、ポケットの上ですね。ポケット周りが、もう日高さん昆布みたいになってきたよ。素晴らしい。いいよ、気持ちいいよ。あ、いいですね。わあ、いい。自分で言うのもなんですが。あとは腕だけかも。腕だけ。あ、来た。腕と腱鞘やっておりだね。いいですね。はい、腕、肩の。こっからですね。腱鞘の上の方ですね。こういうことですね。上から。ここか。ここだね。はい。この折り目が2個あっての、うん、この2個目。2個目の。戦闘服の場合はこのペン入れる位置のちょっと僕、溶けてますけどね。このちょっと上かな、あるいはこのペンの位置のぴったりかなっていうところに通過して通す。通過してやるって感じ、うん、まあ簡単に言うとあれですよね、脇の下のあの線から引っ張ってきて、うん、ここの脇の下のこの線ですね、こっから持ってきての、うん、頂点に、うん、とここを合わせるって感じ、うん、なんで、なんなんだよ。圧かけないと。なんか天気予報の中継で後ろに映りたいやつみたいな、なんなんだ。この距離で入ってくるやついる。この距離でよく入れたなっていう顔。この隙間とかね。これどっちでやってました？こっちでやってました？それとも突っ込んでました？ああ、いや、コロッとやってましたね。同じ感じで。うん。お、突っ込むの。突っ込んでたり。お、突っ込んでますよ、角に。パンパン。突っ込めるところに突っ込む。ちょっと待って、ししゃもみたいに口開いてますよ。大丈夫ですか、これ？大丈夫です。パンパンに開いてますよ。ああ、大丈夫。ビリティング。でもね、やらない人もいるんですよね。うん。いいですね、ピタピタ。これでね、うん、こうやって引っ張ってやってさ、うん、あっとか言って落として、
ベシャベシャになるじゃないですか。あ、バサって拾ってね。そう。落とすとね、くしゃくしゃになるんで。それでは出来上がりました。森市長の上の作品です。てん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 。てん。いいですね。どうですか？いいと思う。ちょっと、まあ、ごめんなさいね。要所要所甘いですけど。いや、全然。この上はね、差は出づらいですけど、こっちがやってます。ほう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 。いいですね。ね、襟と、まあ手、そして上の線。作業服、戦闘服はないです、この線。いらないです。ここ線入れます。いやー、上手だね。おい。めちゃめちゃ。なんか想像性がある。スタートや。ちょっとね、やっぱ、おぉ少々甘いですけど。いや、全然違いますね。まあね、いや、いいですね。そうだ、いろんなの。森尾的、難易度高いポイントはどこでしょうか。うん、こっから上嫌いなんですよ。こっから上が難しい。嫌いです。今日はでも参考になったかなと思います。はい。なりましたかね、これ。はい。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりましたけれども、戦闘服はね、似たような形、襟のやり方とかね、要所要所似てますんで、このような感じのポイントを抑えながら、ぜひアイロンやってみてください。ぜひね、皆さん、参考にしてみてくださいということで、まあ戦闘服ね、また仕入れましたらやりたいと思います。いや、もういや、あの、くしゃくしゃにして用意してください。いや、もうくしゃくしゃやめてよ、はい。何かためになればと思っております。ツイッター、インスタやっております。トッコグでゲストフォローお願いします。キーピング使っていいよ。チャンネル登録してございます。お願いします。ポサイポリ使っていいよ。お願いします。本日はこれまで。それじゃまた。クリーニング出そうね。売店の売店のクリーニングでバシッと仕上げてもらおうね。